てよ。今日やるのはこちら。Don't rock the boat。ロックっていうのは揺らすってことね。揺らさないでねってことね。揺らしたらダメだよゲーム。バランスゲームだね。このパイレーツのペンギンさんを一人一個ずつ乗せてって船に揺らして他のペンギンさんを落とさないっていうゲームです。今日は二人とも何の格好してるのかな？かほちゃんの海賊の格好はかわいい赤と黒だね。かほちゃんちょっと海賊っぽいことやってみせよ。何それ海賊っぽいの？はい、じゃあせいちゃんはかっこいいね。せいちゃん手どうしたの？はあ、なんか変わってるフックに。なんでなんでどうしたのその手？チクタクワニに食べられた？やばいじゃんせい。結構これゆらゆらすごい揺れるんだよね。思った以上に難しそうでカード性には結構難しいかもしれないね。ペンギンが16体。このペンギンちゃん海賊仕様になってて、あと目が一つ隠れてて、なんかナイフ持ってんだよね。これね、船のバランスを取る部分とこの船がついてました。じゃあどっちから？じゃあかほちゃんからいきます。一人一体ずつ乗せていくよ。お願いします。はい、じゃあ次、せいちゃん。この辺がいいんじゃないかな。そーっと。難しい。はいよー。そーっと離すんだよ手。スタート。はい、じゃあ次かほちゃん。そう。そこにそーっと乗せて。よし。イエス。次かほちゃん。そう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 。これで、ああこれこれ。よし。あ面白い。パパおいで。おいで。さて。忘れる時触るじゃん。じゃあこうしようか。かほとせい2人で何体乗せられるか、パパ1人で何体乗せられるかによって勝敗を決めるってのはどう？じゃあやってみよう。じゃあまずパパから。じゃあパパが何体乗せれるかみんなで見よう。じゃあみんなパパのことを脅かしたりしてうまく集中できないようにして。はい、よーいスタート。ドン。ちょっとちょっとあれちょっと。何体だった？5個。5。よし、じゃあ次カホセイの挑戦。パパは5でした。カホセイ5以上を乗せれたらパパに勝ち。よーいドン。OK。うん。245。よし、次の1体でパパより勝つよ。ペンギンちゃんの頭よ。あ、気をつけてでもセーフセーフ。いけるいける、そこそこ。よし、カホセイこれで勝ちは決まったよ。あとはチャレンジ。何体乗せれるかチャレンジだよ。よし、オッケー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 。ここ7体乗せたのでカホセイ負けた人何してくれるんですか？海賊の真似してよ。海賊、パパって海賊ってどんなイメージがあって、そしたらカホセイそれの真似するから。ヨッホー。カホセイやって。パパ恥ずかしい。どうでしたかこのゲーム？楽しかった。難しいね。ちょっと思ったよりもすごい難しくって、指の運動やバランス感覚をつけるにはすごくいいおもちゃだなと思いました。チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てね。